でこの子は一生もうこの家族と一緒に過ごせると思ってずっとやってきたはずなのに、あなたの都合、家族の都合だけでほっぽり出されたこの子の気持ちっていうものを一生忘れないでくださいねっていう結構きつめの言葉で言われたんですよ。でそれを僕は旗で聞いてて、今まで自分が飼いたいと思ってたのは自分のこう可愛いとかそういう欲求を満たしたいとかそんな思いだけでワンちゃんとか猫ちゃん飼いたいなと思ってたんやなとかっていうふうにすごく感じて、猫ワン、ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。泣かないし、泣き声聞いたことありますか？あ、泣き声はありますね。たまにちょっと機嫌悪くなったりです。ワンちゃんがいるって気づかないでしょうね、近所の人も。先生見ますとちょっと痩せ型ですねっていうね、もうちょっと太ってもいいねとか。ご飯食べてるのに？ご飯は食べるけど、はい、うん、今日は最近子犬を飼い始めたという渡辺さん。麦ちゃんと太郎さんが出会われたきっかけっていうのは何だったんですか？これは話せばすごく長くなるんですけど、譲渡会なんですね。まあお仕事の関係でちょっと譲渡会の方とお知り合いになって、まあ譲渡会の方でこう参加させていただくと、まあ結論から言えばそういうことなんですけど。譲渡会っていうのは知らない方多いと思う。あ、そうですね。僕ももともとはよく知らなかった部分があるんですけど。施設とかでどこか行き場のなくなった飼い主がちょっといなくなってしまったとか、道で迷ってた犬とかを施設の方で保護しているワンちゃん猫ちゃんがいるんですけどね、まあ、そういう子猫動物たちを引き取って新しい里親を探そうという活動をされている方が松山にたくさんいらっしゃるということで、そういう方とお仕事をさせていただくきっかけがあったんですね。どうして麦ちゃんを迎えようと思ったんですか？もともとワンちゃんとか猫ちゃんは飼いたいなという思いはあったんです。ただそれを本当に飼おうと思うとやっぱ一歩踏み出す勇気とか、やっぱその責任が伴うとか、もちろん家族の同意もあるし、まあそんなんもあってずっともうくすぶってたような思いがあったんですけど、この譲渡会に参加させていただいて出会いというよりも自分の中のこう意識を変えていただいた、まあ、そんな出来事があったというか、そういうことを教えていただいたっていうのがもう一つの今回麦と麦をこう育てることになったきっかけですかね。まあ、譲渡会の方とお話ししてた時に一つの電話が鳴ってきたんです、携帯電話が。でその電話、まあ、スタッフの方が取られてお話ししてると、相手の方がね、お家の事情で
お家で飼っているワンちゃんが飼えなくなってしまったと、で飼えなくなってしまったので引き取っていただけませんかみたいなお話だったんですよ、でその後こういろいろこうやり取りがあって、最終的にはその引き取りますよっていう話で落ち着いたわけです。でも最後にそのスタッフの方がね、その飼い主の方に電話で、私たちは今回この子を引き取ることにしました、でも私はあなたが取った行動を認めたわけではないんですよと、でこの子は一生もうこの家族と一緒に過ごせると思ってずっとやってきたはずなのに、あなたの都合、家族の都合だけでほっぽり出されたこの子の気持ちっていうものを一生忘れないでくださいねっていう結構きつめの言葉で言われたんですよ。でそれを僕は旗で聞いてて、今まで自分が飼いたいと思ってたのは自分のこう可愛いとかそういう欲求を満たしたいとか、そんな思いだけでワンちゃんとか猫ちゃん飼いたいなと思ってたんやなとかっていうふうにすごく感じて、でその譲渡会の人のその命を守る活動というのは、あ、こういうことが命を守る活動ということなんだなという、そういう目の当たりにして、その時から僕の考え方がガラッと変わったんですね。でなんとか僕もそういうそっち側の譲渡会の人たちの立場側の方に行きたい、そういう風な形でワンちゃん猫ちゃんと接していきたいと、その時にすごく強く思ったっていうのがちょっと大きなきっかけではありましたね。猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。お家でおやつを食べる麦ちゃん、渡辺さん、どんな出会いだったんですか？一番初めの出会いっていうのは譲渡会に行った時に配布された一枚のチラシっていうか、まあチラシですよね、まあ、その中に麦の写真があったんです。でそのチラシというのは譲渡会に来る前のワンちゃんや猫ちゃんで施設で預かってますよ、この子たち誰か里親になりませんかみたいな、そういうチラシだったんです、全部で12匹ぐらいのワンちゃん猫ちゃんがいたんですけど、でその中でこう麦の写真見つけて、あこの子会ってみたいなとは思ったんですけど、その時はもう全然でも飼おうとかいうとこまでは正直言ってなかった、そんな思いはなかったんです、でもどっちかというとその施設を見てみたいという思いのが強かったですね。どういう施設でこの子たちを預かられてるのかなというのが見たかったというので、案内していただいて、まあ、その時はもう僕一人じゃなくて妻も一緒に、ちょっと一緒に見に行こうということでね、行きました。で行く時にいろいろなことを想像してたんですよ。多分薄暗いとこに大きい鉄格子が並べられて、その中にこうワンちゃんとか猫ちゃんが入れられてね、なんか目を伏せてこう寂しそうにしてる風景があるんだろうなみたいなね、うわなんか寂しそうやなとかって言いながら行ったんです、で案内されてその施設に入ったらもう想像通りの施設だったんですよ。ちなみにどこだった？
あの松山市の第4、あ、松山市の市役所の第4別館、そうですね、もういわゆる松山市の中心地にあるとこですよね。でそこに案内していただいて、まあ、小さい施設ではあるんですけど初めて行って、でも本当想像通りでもちょっとえっていう感じ、正直僕はそう感じたんです、うん、で、まあ、その中に入ってるワンちゃんとか猫ちゃんもいたんだけど、ちょっと僕自身目が合わせれないような感じだったんですよ。ちょっとどうしてですか。ちょっとなんか辛すぎ、辛い、かわいそうっていう思いのが強かったのかな。でちょっとなんかじっと読みんなという話を妻としながらこう見てたんですけど、まあでもせっかく来たのでこの子の写真があって、でその写真を見せて、この子はどこにいますかみたいな施設の方にお伺いしたら、ああこの子はここにいますよっていう形で、檻の2番、一番下の檻の大きい檻の中に2匹入ってたんですよ、うん、で2匹がそう遊ぶわけでもない、その広い檻の端っこと端っこにいるわけなんですよ。で檻の陰に隠れて、もう本当覗き込んだら見えるみたいな形ですよね、うん、でちょうど段ボールのお布団の折り目があって、その折り目の陰から顔半分出してこっちをこうじろっと見てる感じが初対面だったんです、うん、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。この子の場合はちょっと釘付けになりまして、ずっとこう見てたんです、うん、大郎さんがこの子を見てた、この子見てたんです、はい、うん、どうなんこの子みたいなええっていう感じでこう妻と一緒に見てて、だからその施設の方がね、ちょっと出してみましょうかっていう形で声掛けいただいて、あ、じゃあお願いしますって言ったら、こうロープを持って、こんな太いロープ持ってこう首をキュッと縛って外にこう引っ張り出してね、で出した瞬間にもうおしっこジャーッとするわけですよ、うん、出たかったのかな、出たかったのか緊張してたのかあれですけどね、うんうん、でこの子はご飯は食べてるんですかみたいな話聞いたら、あ、ご飯食べてるのは見たことないと、うん、朝起きたらご飯がいつも空になってると、だから人がいるときは絶対食べない、うん、でも昼間はもうずっとあの場所で、あのこっちをずっと見てるかうつむいてるかで一日過ごしてますっていう形だったんですよ。 でこの子はもう長いんですかって言ったら、まあ、1週間ぐらいなんですよね。で1週間ぐらいで、あと 2,3 日したらもう次の施設に行くようになってますみたいな案内だったんですよ。で、まあ、そんな短期間でいろんなことがこう判断されて次の施設、まあそれも辛いなと思ったけど、でもそんだけそういう子が次々いるんだろうなというちょっと思いもあって、もう妻にね、もうその時にもう連れて帰ろうやみたいな、もうそんなつもりはなかったけども連れて帰ろうやって話をしたら、もうそりゃそうよねみたいな感じで、もうまさかの、もうその次の日にはもう引き取りに行きましたね。
猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。いや、もう一匹檻におった子はどうだったやろってめっちゃ気になるんですけど。気になりますよね。気になっちゃう。聞いたんです。だからそれはね、NPO のボランティアの方が引き上げてくれたみたいです。で、おそらくこの子の兄弟じゃないかなという話はしてたんですけどね。で、迎えに行って、で、お家に来た麦ちゃんはどうでした？すぐには慣れないでしょ？あ、今でちょうど1ヶ月なんですけど、徐々には慣れてきてるのかなと思うんですけど、やっぱりもう目を合わさないし、その場から動かない、そんな感じですかね。もう施設の人にも言われましたけど、この子はかなり怯えがきつい子ですよと。で、あと、その関わってたそのボランティアの人も、この子はちょっと、みんな見る人みんなこの子怯えが強いっていう風なことは初めに聞かされてたので、覚悟はしてたんですけど、怯えが強いというのはこういうことなんだなっていう形で、なんかすごいリラックスしてますね今ね。そうですね、これも日に日に変わってきてる部分があるので、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。僕たちも妻と一緒に素人なんですよね、僕たちも。で、犬は飼ったことは、子供の頃に実家で飼ってたっていうのはことがあったんだけど、もう昔と今はもう犬の飼い方も全然違うし、で初めての体験ということで、でもこの子も初めての体験でいろんなことをビビりながらこう頑張ってる。で同じ、僕らもいろんな人に聞きながら頑張ってるみたいなね、お互いがこう頑張りながらこう一緒に生活してるっていう感じですかね今は。ご飯は食べてくれたんでしょうか？ご飯はね、初日に目の前で食べてくれましたね。食べてくれました。で、嬉しいです。一つ一つがやっぱりその目を合わせてくれるとか、ご飯を食べてくれるとか、もうそれがもう嬉しいですよね。もう喜びですよね。麦ちゃんと名付けたのはどうしてなんですか？その施設に行った時に、ロープに縛られて、先ほど言ったようにこう表に出された時にね、撫でていいですかっていう話をしたんですよ。だから、いいですよ、でもこの手袋してくださいって言って、革の手袋渡されたんですよ。革の手袋。そうなんですよ。で、なんでですかって言ったら、この噛むんでって言われて、その施設の人も噛まれて怪我してたんですよ。で、そうなんですかと言いながら、こう革の手袋を持ってこう撫でてたんですよ。ちょっとこっちもビビりながら。でも
っとビクッとしながらもおとなしくしててくれたんで、でちょっと外してみますねって外して、何を外したの？手袋。手袋外して、はいはい、手袋外して、もう撫でた瞬間にもう食感触がもう麦感触が麦色も麦の穂っぽいみたいな、植物の麦、そうそうそう、麦の穂っぽいねっていうことで、ゴワゴワした感じでねもうイメージです。でもその時にもあ、麦ってもう声かけたんですよ。で周りの施設の人もえってみたいな、この子男の子ですよみたいな感じで、いや男でも麦でいいんじゃないですかって、もうこの麦をじゃあもう連れて帰りますって、もうその時にもう名前決めたんですもう妻の家族の相談もなしに麦って決めました。もうじゃあ運命ですよね。そうですね、うん、この辺のね、毛羽立ち方があの麦の穂みたいな感じすごいしますね。はい、もう人に聞かせたら、あ、なんかありがちな名前やねみたいな感じ実は僕知らなかったんですけど、今すごくランキングですごく上位になっている名前らしいですね。でそれちょっとムッとしたんですけど、でもなんかこう麦のようにね、こうたくましくこう生きていってくれたらいいなみたいなね、僕は今この子っぽい名前でいいなという。ワンちゃんをこう飼った時に、まあなんとかなるよみたいなね、楽観的なとこがあるんですよ。はい、でもいざお家に来ると想像以上にこう思ったような行動をしてくれんなみたいなね。でそれはでも麦も一生懸命こう今頑張ってるし、で僕もじゃあ麦に幸せになってもらうとか、楽しく過ごしてもらうためにはどうしたらいいかっていうのを僕も今すごく勉強中なんですよ。一つの命と向き合うという部分に関しては、それなりにお互いがこう努力して考えていかないといけないことなんだなというのはすごく感じてますね。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。渡辺さんはお勤め先の石材振興会伊予市展示場でワンちゃん猫ちゃんの譲渡会をはじめ、いろんなブースが集まるつなぐマルシェをプロデュースしています。人気のあるお店、キッチンカーであったりとかハンドメイドのショップさんにも一緒に参加いただいて、でたくさんのよりたくさんの人に来ていただいて、譲渡会というものをもっと身近に感じて接していただこうというのが目的で、今つなぐマルシェっていうのを毎月1回開催させていただいてますね。全部でね、なんかワンちゃん猫ちゃんで全部で10匹ぐらい怒られてもかな、みたいな形で、かなり室内で譲渡会っていう形なんで、皆さん落ち着いた話ができるっていうことで、ちょっと好評いただいてるみたいですね。もらう前にいろんな話を聞くのは大事なことですよね。もう見た目で、あ、可愛い顔じゃなくて、きっかけはやっぱり可愛いとかそういうことになると思うんですけど、でも譲渡会の人っていうのは皆さん一人一人本当熱い思いっていうか、もうその信念を持ってやられているので、そのお話を聞くことでいろんな考え方もいろいろ変わってくると思いますので、ぜひ参加していただいて、譲渡会とかそのペット犬ワンちゃんとか猫ちゃんが今どういう社会どういう社会問題を抱えているのかとか、そういうのをこう直にこう触れ合っていただきたいなと思いますね。自分らができる活動というのも限界があるんですよね。で自分と同じような活動をしてくれる人をもっともっと増やしたいというのが譲渡会の人の思いでもあるんです。でそれも譲渡会に参加していただくことで、そういう方の思いを知って、そのペットの犬猫の状況も知って、で自分もそういう活動でこういう問題が起きているというのをすごく自分で理解していただいて、
世の中をちょっと犬ワンちゃんとか猫ちゃん の, あの状況を変えていただいていけたらいいなとは思いますね。この子がアムマ施設にいたら、誰も知らないままに生まれて、誰も知らないままに人生が終わってるみたいなね、こともあったわけじゃないですか。そうですね。なんか生きた証を残しといてあげたいとか、それも一つのきっかけになるっていうのがいいかなっていうふうに。人ってどこだと思いますか、麦ちゃんの。チャームポイントはもうこの、どうかな、人たらしな感じのこうビクビクした感じですよね、もう。ほっとけないよ。ほっとけないような形のとこなのかな。めちゃくちゃ可愛いですね。大郎さんの生活も変わったんじゃないですか、だいぶ。そうですね。気持ちの部分はもう僕だけじゃなくて、やっぱ家族みんながもう家に帰ると、まあただいまの後は必ず麦はっていうのがもうみんながそうなんですよね。はい、ただいま麦は、あ、今日はこうこうこうとかね、あの今の決して暗い家庭ではなかったんですけど、あのよりなんかこう麦中心でこう回ってると、という形ですね。日々大きくなってるし、毎日変わってるっていう感じがするんですよ。あの表情であったりとか、で体調なんかもやっぱり日々変わってるんだろうなと。でその辺はね、やっぱあのワンちゃんというのはすごく弱者だと思うんですよ。でやっぱり人間が守ってやらないと今の時代生きていけないような時代なのかなとすごく感じるところがあるので、それをあの一日でも長く生かしてあげるとか、それはもう人間の責任だなというのはすごく、それもまた譲渡会の人に教えていただいたんですけど、あのその辺はあのきっちりなんとか見れるような形で、あのちょっとしたその、あの表情の変化であったりとか、そういうのは気にして見るようにはしてますね。まず見るということですか。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
Thank you.